今回は、少し告知をさせていただきます。来月、令和4年の来月5月22日、国立文楽劇場におきまして、例年通り無線会を開催させていただきます。今回少しちょっと変わっておりまして、開演が1時でございます。1時で、しかも、全席指定という形をさせていただきまして、16番、地唄、上方歌、箏曲、いろいろ並べまして、16番で、一部二部という形ではなく、一部の構成で、開演したいと思っております。まだまだね、コロナがどうこうとかいろいろありますけれども、まあ、今のところ、開催させていただく運びでございますので、いろいろ対策はしながら、当日を迎えたいと思っておりますので、何卒皆様どうぞよろしくお願いいたします。それで、次回から、去年もやらせていただいたんですけれども、演目についての少し、解説、鑑賞の手引きみたいな形で喋、らせていただければなと思っております。16番ありますので、そうですね、3番、5番とか4番とか、まあ、そのぐらいずつ少しずつ喋りたいなと思っております。何卒よろしくお願いいたします。もう一度言います。5月22日日曜日です。開演1時からです。間違いのないように、国立文楽劇場にてお待ちいたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。